この時間ならガイアはジャファーだね。マスター、俺が飲んだことないものをもう一杯頼む。お客さん、うちのお酒はもうとっくにすべて飲まれていますので。そうだったか。よし、なら今日はこの辺でおしまいにしよう。ちょうど俺もこれから用事があるしな。オイラたちのことをからかってるんじゃないかってヒヤヒヤしたぜ。おっと、パイモンに旅人じゃないか。どうやら俺はまだ神に見放されていなかったようだな。お前たちに会いたくてしょうがなかったんだぜ。からかうわけがないだろ。お前出張中なんだろ。毎日午後は酒場で暇をつぶしてるみたいだけど、帰って陣団長に怒られてもいいのかよ。俺は陣をひどく恐れているんだぜ。そんな俺にあいつを不機嫌にさせる真似をする度胸があると思うか。実はな、俺が今回スメールに来たのはここの酒造業を視察しに来たからなんだ。ジャファー・タバーンにいつもいるのも真面目に仕事してるからなんだぜ。スメールが香料で有名なのはよく知られているだろう。ここで香辛料入りのカクテルが発明されたっていう噂が以前流れたんだが、そいつがかなり評判いいらしくてな。そこで騎士団は酒に最も造形の深い俺を派遣した。それが噂ほどの一品かどうかを確かめるためにな。それで結果は？結果はオルモス校の何人かの香料商人とすでに契約を進めているところだ。おお、悪くないビジネスチャンスみたいだな。暁ワイナリーもディルックの旦那もこれを機に大儲けできるんじゃないか。そうだな。まあこの商売を暁ワイナリーに任せるかどうかは最終的に俺の気分次第だがな。ノイ、公務に市場を挟むなよ。いきなりそんな質問をしてどうした。ほう、なかなか鋭いじゃないか。馴染みがあるというほどじゃないな。ただ俺が子供の頃に一度だけこっそり来たことがあるんだ。それで？おっと、これ以上喋る必要があったか。お前たちと昔話をするつもりではあったが、これはあくまで俺自身の昔だからな。わかったよ。お前たちが聞きたいなら仕方ない。これは俺が暁ワイナリーに引き取られて間もない、まだ幼い頃のことだ。ある日俺は父さんのしていた商談からキャラバンをスメールに派遣する話を聞いた。知っての通り、自分の血の中にある故郷のことに興味を持たない奴なんていない。そして俺の故郷、カーン・ルイヤは、スメールの近くの地下深くにあったとされている。だから当時の俺は、こっそりと貨物に忍び込み、キャラバンと一緒にスメールまで行ったんだが、ワイナリーから俺がいなくなったっていう連絡がすぐにキャラバンに届いてな。キャラバンの責任者が俺を見つけた後、父さんの手で直々に連れ戻されたよ。すまん、大した昔話じゃなかったな。
実を言うとそれほど多くはないんだ。カーンルイヤがスメールの近くにあったっていう情報も幼い頃に自分で資料から調べたもんだからな。ただ年を重ねるにつれて俺の生活も次第にカーンルイヤと関係のないものになっていった。少しずつだがカーンルイヤのことはそこまで気にならなくなったんだ。昔の俺は実の父親から何らかの責任を受け継いだんじゃないかっていつもそう思っていた。だが後になってよくよく考えてみたんだ。父が俺をモンドみたいな自由で平和な城に置いていったのはただ真っ当に生きてほしかっただけなのかもしれないってな。一部の物事から俺を遠ざけたんだよ。もちろん楽しく生きられたならなおさらだと言ってもこれは全部俺の勝手な想像だけどな。とにかくお前に有用な情報は提供できそうにない。今俺が持っているカーンルイヤと関係があるものといったらおそらくアルベリヒという名字だけだろう。マスター、デス・イン・ディス・アフタヌーンを頼む。貴様はアルベリヒの意味をちゃんと理解しているのか。ダイン、ダインスレイブじゃないか。近くで盗み聞きするだけじゃなくやっと俺たちの話に参加していただける気になったようだ。すでにモンドで面識があったよな。ダインスレイブで会っているか。俺のことを知っているのなら窮地と言っていいだろう。ガイア・アルベリヒ、アビス教団創立者の末裔よ。なんだって。貴様は今までこのことを知らなかったのだろうな。でなければああも堂々とその名字を口にはしなかったはずだ。まったく、この名字にそんな面倒事が隠されていたとはな。だがこれで俺の推測は裏付けられた。父が俺をモンドに残した原因はこれか。こうもあっさり受け入れるとはな。しかも何の疑いもなく。ああ、ちょうど俺の頭の中にあるいくつかの疑問を解決してくれたからかもしれないな。それに俺はお前のその瞳が何なのかを知っている。お前は最も純粋な血を持つカーンルイヤ人だろ。よく頭の回るやつだ。率直に言わせてもらうが、貴様が先ほどこいつに言った言葉、それを裏切るなよ。貴様がその本心を保ち続けることを願っているぞ。ガイア、お前まさかアビス教団のやつらと何か関係があるわけじゃないよな。おいおい、話が急にシリアスになりすぎじゃないか。モンド人の俺はそういうのに慣れていないんだが、血筋の由来を知ったところでそれがどうしたっていうんだ。俺が血筋なんかに縛られるやつに見えるか。そう心配するな。これまで同様、機会があれば俺は喜んでアビス教団の連中を懲らしめてやるさ。そろそろ時間だな。香料を扱っている商人と商談の約束があるんだ。先に失礼するぜ。そうなのか。じゃあまたな、ガイア。ああ、またな。それとダインスレイブさん、今度酒場で会ったらおごってやるよ。ただ横で人の話を聞いてるだけなんてもったいないだろ。ダインはガイアのこと信用してないのか。二人とも同じカーンルイヤ人なのに、まるで水と油みたいだぞ。俺はあいつのことをまだよく知らない。故に今すぐ結論を出しても意味のないことだ。血筋は果たして本当に人に何の影響ももたらさないのか。俺はそれに疑問を抱いているだけだ。
貴様の血縁者がアビス教団に王子と呼ばれているのはまさにこの継承に関係してのことだろう。でなきゃアビス教団の王って呼ばれるべきだからか。運命の食器を追うためだ。この名をまだ覚えているか。おう、モンドにいた頃オイラたちが発見したアビス教団の計画のことだろ。いや、新しい手がかりとは言えない。ただずっと記憶の摩耗に抗えずにいたというのに、少し前に傷を癒していたところ偶然にもいくつかのことを思い出してな。当時貴様の血縁者と共に旅をしていた時、彼から同じ言葉を聞いていたんだ。運命の食器をな。ああ、俺の記憶とあの言葉が結びついた時にはいささか驚いた。その記憶によると、あれは当時の俺たちが共にスメールまで旅をしていた頃のことだった。つまり隊員はその時お兄さんがそれを口にした場所を調べようとしてるってことか。そうだ。この概念が現れたのには必ず何らかのきっかけがあったはずだ。俺の記憶が正しければ、それはスメールのアビディアの森のどこかだった。じゃあ早速向かおうぜ。数百年も埋もれてた秘密がオイラたちを待ってるかもしれないぞ。いや、今はまだその時ではない。違う。ただ俺の頼んだ酒がまだだ。待て、ここは少し覚えがある。ここか。特に変わったところは見当たらないけど、数百年前もこんな感じだったのか。ああ、この森の全てが俺の記憶とあまり変わりない。何しろここの環境は滅多に人に影響されることがないからな。近くを調べよう。何か手がかりがあるかもしれない。これって畑か？そこの家に住んでる人が作ったのかな。でも長いこと使われてないみたいだ。そのせいでここに何が植えられてたのか全くわからない、そもそも本当に何か植えてたことがあるのかな。消された焚き火があるな。レンジャーが残したものかな。この痕跡を見た感じ、ここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいな。ちゃんと火を消して火事にならないよう予防したみたいだ。この辺りには価値のある手がかりはなさそうだ。残るはあの家だけか。まだ誰か住んでたりしないか。お邪魔していいのか。いや、そのようには見えない。この辺りには生活をしている形跡もないしな。心置きなく調べられるだろう。そうなのか。じゃあまずお前が先に入れよ、ダイユ。
にでもある普通のベッドだな。下には特に何もないみたいだ。ここって暗いし湿っぽいし、絶対住み心地が悪いよな。一体どんなやつが住んでたんだろう。の箱があるぞ、開けてみるか。お前が開けてくれ。おいらは中のものに指を噛まれないか怖いから。あれ、これって鏡？しかも割れてる。この箱ってもしかして化粧箱だったのかな。ちょっとがっかりだな。何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのに。この部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだ。ご飯を食べるのに使うお椀だ。ここに住んでたやつは自炊をしてたんだな。いや、気づかないか。薬剤の匂いがかなり強く残っている。あ、じゃあ薬を飲むためのお椀か。くんくんくん、本当だ。ダイン、お前かなり鼻が利くんだな。特に注意するようなところはなさそうだな。ダイン、お前の記憶違いなんじゃないか。本当にこの辺なのかよ。記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ、俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっと囁いている。まあいい、果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだ。それに今しがた外から物音が聞こえた。ひとまずここから出よう。物音？まさか。心配無用だ、ただの雑魚だろう。の雷鳴。行くよ。よっ。このダンスをあなたに。先ほどの魔物の出現も偶然ではないはずだ。この近くには確かに奴らをおびき寄せる何かが存在している。地脈の異常か。それだけではないようだ。こうするとしよう。俺はここから少し離れ、近くの地脈に問題がないか調べてくる。時間がかかるかもしれないが、貴様たちはここで待っていてくれ。え、一人で行くつもりか。まさか何かオイラたちに隠しておきたい秘密があるとかじゃないよな。くだらん邪推だ。俺はただ調査の要はあくまでこの家屋の付近にあり、誰かをここに残して観察する必要があると考えているだけだ。何せ地脈の調査のようなレンジャーでもできることなら俺一人で十分だからな。ねえ、わかったよ。確かにその通りでもあるしな。じゃあオイラたちはここでキャンプでもするか。ちょうどあっちに焚き火があったから、おいしいものでも作ろうぜ。あっちこっち走ったし、オイラもうお腹ペコペコだぞ。ナグサのリーフ。
さっさと終わらせるぞ。お前が作る料理は相変わらず美味しいな。この料理の腕だけでお前には一生ついていけるぜ。そういえばダインのやつ、さすがに遅くないか？空が真っ暗になってもまだ帰ってこないなんて。近くの地脈に問題があるとか言ってたけど、まさか本当に何か大変なことが起こったわけじゃないよな。ここには一緒に来たのに、今はオイラたち二人だけか。でも思い返してみると、二人だけでいる時間ってもうかなり長いよな。その別に深い意味はないけど、ちょっとだけ聞いてもいいか？オイラと一緒にいるのって退屈だったりしないよな。そんなはっきり言われるとオイラも照れちゃうぞ。だから話してくれる気になるかわからないけど、オイラ、お前がお兄さんと一緒に旅してた時のことを知りたいんだ。どんな感じだったんだ？星空？おお。ああ、オイラ、お前の気持ちはずっと分かってたぞ。離れ離れになった理由すらはっきりしないなんて辛すぎるよな。オイラが必ずお前のガイドをちゃんとやり遂げてみせるからな。真相だっていつか明らかになるはずだ。よし、今に見てろよテンリー、今に見てろよテイワット。ひひ、ごめんな、辛いことを思い出させちゃって。やっぱりお前には笑っててほしいんだ。お前が楽しくないとオイラも悲しくなってくるからな。よし、もう遅いし、お前は先に休んでていいぞ。今夜はオイラが先に見張っててやる。お前を魔物に食べさせたりしないからな。もうそんなこと言うなって。オイラだってたまにはお前に気を使ってやろうと思ってるんだ。おやすみ、安心してぐっすり寝てくれ。おい、目を覚ませ、朝だ、起きろ。そんな寝ぼけていてどうする、今日も。ん？目尻に涙の跡。まさか昨日、血縁者の夢でも見たのか。まあいい、貴様はここで休んでいろ。俺は森の奥を調べてくる。
止まれ。何をする気だ。ここは君が思っているような場所ではない。そして余計な真似もするな。さっさと立ち去れ。旅の仲間とは、昨夜君のそばで見張っていた者のことか。それなら明け方に森の方へ行くのを見たぞ。それを知ってどうする。とにかくここは私が先に押さえた場所だ。私がここで何をやろうと君には関係ない。分かったらさっさと立ち去ってもらおうか。どうした。なぜどこにも行かない。はあ、呆れた。仕方がない。いいだろう。影から君のことを観察させてもらったが、レンジャーでも教令員のものでもなさそうだしな。だがいいか、余計な真似はするなよ。これを守れるなら好きにしていい。ふう、分かった分かった。じゃあどいてもらえるか。私は中に入りたいんだ。たく、なんてやつだ。ふう、勝手にするといい。もともとずっとごまかせるとも思ってなかったしな。入れ。ただ中に入っても驚いて騒ぐのだけはなしだ。いいな。では行こう。余計なことは聞くな。安心しろ。この子に攻撃性はない。何せその全身は幼すぎたからな。とにかくこの子に手を出そうなんて考えるな。もし疲れや寒さのせいで休みたかったら適当に場所を見つけるといい。ん？まさか君がカーンルイヤのことを知っているとはな。一体何者だ。どうやって私がカーンルイヤ人だと分かった。神を信仰しているか、旅人よ。どうやら君もいろいろあったようだな。よかろう。私の名はエデ。君の言う通りカーンルイヤ人だ。さっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい。私の知る限り七神を信仰する者以外の人間はこの世からもうほとんどいなくなっているからな。そして神の信仰者は全員敵だ。とにかくカーンルイヤの災厄が起こってから今に至るまで、こうやって君のようなものと会話ができる機会は少なかったのだ。忌まわしい不死の呪い目。こんな生活をいつまで続けなければならないというのだ。不死の呪いはあの憎き神々がカーンルイヤ人に授けた贈り物だ。我々は故郷を失い、家族を失い、全てを失った。災厄がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず、不死の呪いはさらに全ての逃げ道を奪った。このまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら朽ち果てていくしかないのだ。カーンルイヤ人の定義は、何もカーンルイヤの最初の血筋を引いた者だけを指しているわけではない。神に背いた者がカーンルイヤを訪れればそのまま国民として受け入れられるのだ。そのため神から不死の呪いを受けたのは罪深い者とされた血筋の最も純粋なカーンルイヤ人のみ。そして
他の魔人の血筋を持った国民たちは逃亡をする最中で荒野の呪いにより魔物となったんだ。私の子供だ。私生児でありカリベルトという。かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを、今になってようやく平然と言えるようになるとはな。血筋の関係で私はかつてカーンルイヤ王室の貴族だった。だが私はずっと家族に用意された生活に不満を抱いていたんだ。そんな時、私は平民のとある美しい女性に出会った。彼女はモンドの血筋を持つもので、彼女こそが私の運命の相手だと確信したよ。カリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だった。その全てが私の身勝手な行いのせいだ。それに私はこの子のそばにいてあげることができなかった。そしてこの子は私の目の前でヒルチャールになったのだ。本来私があげるべきものをこの子は何も受け取ることができなかった。だが今はようやくこの子のそばにいてあげられる。彼女は、いや、彼女は私たちとはぐれてしまったんだ。あの時のことはあまり思い出したくない。大丈夫だ。全てを手に入れた時にこそ何かを失うことで辛い思いをするものだからな。それに対しほとんど全てを失っている時は逆にまだ失っていないものに目が行くものだ。私には少なくともカリベルトがいる。そうだった。カリベルトの様子を確認するためだけに私は戻ってきたんだった。まだやるべきことが残っている。もし興味があるならついてくるといい。こっちだ。先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を聞いたが、その理由を今教えてやろう。カリベルトの必要とする薬はこのスメールでしか作れないのだ。あの子の知性を取り戻す薬をな。それだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない。私の力では神の裁きを覆すことなど到底できないと十分理解しているからな。だが噂ではその薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので、埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるという。それはかつて精神障害を患った者のために使われていたそうだ。それであればもしやと思ってな。カーンルイヤ王室の大図書館だ。そこのとある書物に記されていた。その薬は七神の力を借りる必要があるため禁書として管理されていたよ。若い頃宮廷貴族の生活に満足できず常に刺激を求めていたからこそ私はあの本を読むことができたんだ。ならどうしろというのだ。何を頼ればいい。神はすでに我々に裁きを下した。今さら禁忌を気にする道理なんてないだろ。大丈夫だ、分かってくれればいい。すまない、時々自分の感情を制御できなくなるんだ。おそらく長く生きすぎたせいだろう。この薬を合成するには君の助けが必要だ。私のこの両手は
今やもう細かな作業をするのに向いていない。きっとこの中身は朽ちていっているのだろう。なんとも煩わしい不死の呪いだ。この材料を君に託す。他にもスメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。確か名前はカルパラタハスとスメールローズだ。それはよかった。これで材料が全部揃ったな。これは私が記録した薬の製法だ。この通りに作ってくれないか。できたか。ご苦労だったな。見せてくれるか。正直に言うと、私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ。何しろあの禁書には挿絵がなかったからな。さて、ついにこの時が来たか。クソ。いや、実はこの薬はまだ完成していないんだ。最後にあることをする必要があってな。この薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができると言ったのを覚えているか。つまり今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだ。薬を持って早速行こう。心臓、私はこんなものに頭を下げなければならないのか。神よ、私を見ろ。祈りの言葉など捧げはしない。心から何かを称えるようなこともしない。私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ、同胞たちはかの最悪に散々苦しめられた。それでも私は今日ここに立っている。私を長老する資格を持つのは運命、ただそれだけだ。神よ、もはやこの地の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わない。ただ幼い不幸な子に幾ばくかの慈悲を願いたいのだ。我が息子カリベルト、世にある美しいものを何一つ見ないまま魔物になってしまった。これは本当に本当に幼い命がたどるべき最後ではない。神々の行為が全て最初から傲慢なカーンルイヤ人の頭を下げさせるためのものだったのなら、私はこの頭を下げよう。これまでの人生で守り抜いた全てを捨てた。ほんのわずかな奇跡であろうとも願う。カリベルトにこの世界を再び目にする機会を与えてほしい。お願いだ、神よ。無様な姿を見せてしまったな。
戻ろう。ああ、カリベルト。薬は完成した。早速試してみよう。カリベルト、私だ、パパだ。カリベルト、わかるか？カリベルト、頼む、返事をしてくれ。君が生まれた時、私はそばにいてやれなかった。君が母親と一緒に苦しんでいた時も、私は駆けつけてやることができなかった。だが今、君のパパはここにいる。長い長い年月をパパはずっと君のそばで過ごした。一度も君から離れることなく。まだ私のことを怒っているのか、カリベルト。もう正気を取り戻したんだろう。ただ私と話したくないだけなんだよな。パパが悪かった。カリベルト、許してくれ。一言でいいから何か言ってほしい。頼むから。どうしてだ、神よ。一体これ以上何をしろというのだ。私のすべてを奪った貴様らに、私は頭を下げたというのに、この安い命でいいのならくれてやる。なのに貴様らは死ぬ権利すら与えてくれない。やはり信じるべきではなかったんだ。神と少しでも関わりがあるものを信じるべきではなかった。幻想など抱くべきではなかったのだ。この世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたことなどない。他に原因だと、どういうことだ。そうか、そういった理由も。諦める？いや、絶対に諦めるはずないだろう。ああ、君の言う通りだ。今はまだ落ち込んでいる場合ではない。カリベルトとここに50年、いや100年だって暮らしてもいい。何しろ時間は持て余すほどあるのだからな。では出発しよう。薬をもう一つ作るんだ、今すぐに。薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ。少し面倒だが、手に入れる方法がないわけでもない。そこの畑に植えたんだ。うん、細かいことは気にしないでくれ。その好奇心を抑え手伝ってくれるのなら、私の言う通りにすればいい。先ほど礼拝した心臓の隣に滝がある。そこで午後2時の水を汲んできてくれないか。私はもう少しカリベルトの経過を観察したい。君が戻ってきたら、キノコの成長を促す肥料を探しに行ってこよう。ああ、時間になったら行くといい。
戻ったか。カリベルトの状態はかなり安定しているよ。言い換えれば依然として何の効果も見られないということだがな。よし、水をくれ。ここでしばらく見張っていてくれるか。特にスメールのレンジャーを家に近づけさせないでくれ。私の言っている意味がわかるな。ああ、すぐ戻ってくる。肥料は比較的簡単に手に入るはずだからな。見切りました。稲光、すなわち永遠なり。頑張るよ。そこ。やっ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 。天道、ここにある。剣女盤石。何があった？魔物が出たのか？君がいてくれて助かった。私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうからな。きっと隠れて離れていくのを待つしかなかっただろう。そうだ、肥料は無事に手に入った。キノコの成長を促すには少し時間がかかる。急ぐとしよう。次はこのキノコを取ろう。先ほどと同じ手順でもう一度薬を作るんだ。もう慣れただろう。ああ、いや、何でもない。ただ、この畑で休んでいたら、つい考え込んでしまってな。長い年月を経て、私は本当に疲れてしまった。このまま畑で横になって、永遠に眠ってしまいたい。そうだな。だから、考えてみただけだ。薬の作成、ご苦労だったな。手順通り、次は七天神像に向かおう。着いた。では始めるとしよう。待った、どういうことだ。今のはカリベルトじゃないか。まずい、さっき薬を作っている時にカリベルトが外に出たのに気づかなかったようだ。急いで追いかけるぞ。どうやらカリベルトではないようだな。ああ、カリベルトの腕にあるスカーフはかつて私があの子の母親に送ったものなんだ。今では目印として私がそれを使っている。私の目もいよいよなのかもしれないな。
自分の息子さえも見分けがつかなくなりつつあるとは。この体はもう確かに私たちにまるで興味がなく、かたくなにあっちの方へ向かっていた。この先に何かあるのか。ああ、ヒルチャールに関する情報なら多ければ多いほどいい。先ほどのヒルチャールはここに入ったようだな。なんと不気味なところだ。こんな場所前からあっただろうか。今までずっと、ヒルチャールたちがひれ伏して何かをあがめているようだな。歩いてひざまずき、なんとも経験そうだ。こんな光景見たことない。一体この場所に何が隠されているというんだ。それを知るにはここを探ってみるしかなさそうだな。難攻不落。ひゅっ。これってワープ装置？何を動力としているんだろう。逃げ道はありません。今ここに目指す。
盤石。波の花が舞いよ。無我の境地、裁きの雷。